中日の伊藤康介って若手が23なのに戦力外早くね。この選手どう思う？一般企業で言えば5年で解雇って相当仕事できないやつだよな。打率1割台やと厳しいな。伸びてるところがあればええけどな。5位で5年もやれば見切りは十分やろ。足早いはずなのに盗塁1個しかないんやな。割とダイソー起用多かったやろ。外野手でこの打撃じゃね。むしろ若いから見切りをつけて首切った方が本人のためやろじのステージへ進めない。将来の大ブレイク選手やったかもしれんけど、それを証明する手立てがない。ついていけなくてモチベなくなったとかはないんかいな。右打ちの外野手って考えたら去年獲得した大卒の3人と同い年やし、彼らと比べたら優先的に切られやすい立場だったんやろ。外野は岡林、細川もいるし、だいぶ戦力整ってきたのもあって大卒育てるからいいって感じなのか。このレベルの選手なら毎年どっかの球団からの戦力外に1人はいるやろ。ファームでは打ってるのかと思ったけど、そんなこともなかった。2年目は1割も打ててないやん。ご視聴ありがとうございました。